来年夏、名古屋市中区にミュージカルやコンサートなどを楽しめる新しい劇場がオープンします。来年7月にオープンするメニコンシアター葵は、コンタクトレンズ大手のメニコンが地域との交流や新しい芸術文化の発信の場として、本社ビルの西側に建設しています。客席数がおよそ300席のコンパクトな劇場ですが、 ミュージカルで楽器を演奏するオーケストラピットを備えるほか、ほとんどの照明を LED ライトにするなど、最新技術が導入されます。今日は劇場の芸術監督を務める演出家の山口朱音さんらが訪れ、上演予定の作品などを解説しました。エミニコンシアター葵が、皆さん一人一人にとって大切な友人のような場所になればと思っております。 メリコンシアター葵いは来年7月にオープンします。